それで1回目はですね、一旦外に逃げて、収まったものですから、もう1回家に入ったんですね。そうしたらすぐまた2回目が来て大きな地震でした。で、まあ、言うなれば左足に、靴下を履いたまま、右足は裸足、それで飛び出ました。そうしたら大きな揺れでですね、体が飛ばされました。で、腰を打ちました。もうとってもじゃないが、もうで急いで裸足のままですね、この小学校の避難所に逃げ込みました。で、逃げ込んだんですけれども、水もありませんし、毛布もありませんし、もちろん寒いですから、その晩は座布団だけで寝ました。もう寒くて寒くてですね。1日、その地震が発生した日、翌日、今日3日目ですけども、水もですね、その3日間で紙コップ1杯だけです。1回にこの1センチとか2センチの水しかいただきませんでした。で、食料ももちろんありませんから、まあ、なんて言いましょうかね、おにぎり小さいのを1つもらうとか、ほとんど1日におにぎりせいぜい2つぐらいの感じですね。初日はありませんでした。もう空腹のまま、電気はもちろん真っ黒ですし、もちろん水もありませんし、で、多くの方が今現実に家屋の倒壊した下にいる方もいっぱいいますので、レスキュー隊の方にも来ていただいて、ようやくさっき自衛隊の皆さんが見えましたけれども、多くの方に支援をしていただいて、救援していただくと、そして人命を守るということが一番だと思っております。とってもじゃないかぺちゃんこになってますから入れません。ですからここで今夫婦で生活雑魚寝状態で、まあ、なんとか皆さんで声かけ合って励まし合うということでございます。今そんな状況です。